こんににちははひろきでですすご機嫌いかかがししょうか私は元気にしておりますさてさて今回も楽しく日本史を学びましょう現在は室町時代について勉強していますがその中でも今回からは室町時代の文化について学びましょうそして今回は「 室町時代のの農村の生活についいいいてて見ていきたいと思います平安時代の後期かなり前ですねから公領つまり天皇の領や荘園貴族の領の農業は明殿というものが単位となっており人々は明殿ごとにバラバラに離れて住んでいました。 しかし、鎌倉時代の後期から、持頭などが国主や荘園領主から自分の領地にしていき、荘園領主との関係が薄まると、用地などの農地の管理がおろそかになるようになりました。農民たちは、用水の配分や水路、道路の補修、教会の争いを 近隣の人々が集まって自ら行うようになり、また、戦乱や盗賊からの自衛などをきっかけに、まず、機内、つまり近畿、まあ京都を中心としたところや近畿周辺で、耕作する他から住居が離れ、農民同士が集合する集落が次第にできていきました。 現在の村のもともとの形です。はい。また村ができたんですね。はい。昔々弥生時代にも村ができて、それが国になってという話ありましたが、また村ができたんですね。はい。室町時代には村でまとまって、厳しい領主に対して対立するようになり、 年貢が重い、つまり税金が重い場合は、集団で漁師に押しかけて訴え出たり、全員が村から逃亡して対抗するようになりました。一方で、農民が普段は農耕をしながら、戦になると足軽という最も身分の低い侍として借り出されることや、そのまま 守護や黒人の家臣となって武士となることもあって、武士と農民の差ははっきりしなくなっても来ました。そうなんですね。このように支配のやり方が変わると人々の動きも自然と変わる。これは世の常です。はい。室町時代にはこのような変化が起こったということです。村を作って団結し、 そして戦争の時には武士にもなると。とにかく自分の身分を自分で守らなければならないという強い気持ちを持った農民が増えてきたということでしょう。はい。今回は、で、この配信は、えー、こ、こで、えー、以上とさせていただきたいと思います。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。 さようなら。